だだけど、美術科があるところに行くつもり。まあね、うちのお父さん一応画家だし、昔からお父さんの影響で絵ばっかり描いてたから、いつかはお父さん以上の画家になるつもりだし、今から専門的な勉強しておきたいんだよね。気が早くない？でも絶対有名になるから楽しみにしててよね。この辺りの高校で絵を学べるのは2校か。こっちは基礎教育を重視してて、もう一つの方は、プロの画家から直接学べるんだ。基礎をしっかりやるか、プロから学ぶか。ま、基礎は昔から書いてるから問題ないし、プロもうちにいるんだけど、どっちの高校がいいんだろう。お父さんに相談してみよう。ねえ、お父さん。受験する高校なんだけど、どっちがいいかな？どっちも美術科があるから、本格的に学べるとは思うんだけど。美術科？うん。だってほら、私、画家目指してるし。早いうちからちゃんと勉強できる方が。やめておけ。え？お前に、画家になれるほどの才能はない。何言って、え？なんかの冗談？やめてよね、つまんないから。冗談ではない。お前に絵の才能はない。そんなわけないじゃない。だって私小さい頃から描いてるし、中学アートコンクールだって特別賞もらったのに。ああ、知ってる。だがプロになりたい人間は5万といる。それこそコンクールで大賞を取れないレベルでは誰にも見向きされないだろう。なんで？なんで急にそんなこと言うの？今までそんなこと言わなかったじゃん。私本気なのにどうして？エナ、お前は、お前が目指すような画家にはなれない。覚悟に足る才能があれば違うのかもしれないがな。何それ。じゃあ私が今までずっと絵を描いてきたのも全部無駄だったってこと？才能がないから努力しても意味がないってこと？そうだ。少なくともこの世界はそういう世界だ。今のお前に可能性はない。そんなの決めないでよ。私の未来を勝手に決めないでよ。もういい。あんたには頼らない。私は私の力であんたよりすごい画家になってみせる。それから、行きたかった学校にも行けなくて、結局誰にも認めてもらえなかった。ニーゴの曲を聴いてる人にも、コンクールの審査員にも、あいつにも、私には、才能がない。本当は、絵をコンクールに出す前から気づいてた。でも、みんなは、私の絵を必要としてくれた。だったら、私もまだ諦めたくない。私のために奏がくれた歌を、全身全霊で絵に落とし込んでみせる。できた。結構大作になっちゃったな。っていうかもう真っ暗だし、一日中描いてたわけ？疲れるわけだ。昨日のこと、
アキトにも謝らなきゃだけど、さすがにもう寝ちゃってるよね。みんなに絵を見てもらって、今日は寝ようかな。みんな、遅くなってごめん。まだ起きてる？お、エナナ。もう、全然顔出さないから心配したじゃん。ちょっと集中したかったの。でも、おかげで絵ができたよ。見せて。うん。今データ送るね。これ、雨上がりの空を見上げる女の子？そう。K の曲を聴いたとき、もやもやしてた何かが晴れていく感じがしたんだ。それを表現してみたの。すごくいいじゃん。空から差し込む光がキラキラしてて、すごく綺麗だね。そこ、こだわりポイントだから。一番時間かけて描いたんだよね。それで、K、どうかな？うん。すごくいい。私の曲、エナナンにこういう風に届いたんだ。なんだか、嬉しい。そう？そんな大げさなもんじゃないけど。ユキはどう感じた？聞いても無駄でしょ。どうせまたケチつけてくるんだから。いいと思う。え？いいと思う。それ、からかってんの？どうして？感じたまま言っただけだけど。あんたに私の絵が理解できるなんてね。あれ？もう朝？疲れてたからぐっすり眠っちゃったな。あ、そういえば、アキトに当たっちゃったから謝ろうって思ってたんだ。今なら学校に行く前だし、話せるかな？あ、アキト、おはよう。おはよう。その、昨日はごめん。当たったりして。別に気にしてねえよ。いつものことだろ。ちょっと、いつもってことはないでしょ？ああ、わかったわかった。朝からうるせえな。あと、絵は続けることにしたから。その、ちょっと、いろいろあって。そうか、まあ頑張れよ。そういや昨日親父と話したんだけどよ。え？親父に悪気はねえ。親父は親父なりにエナを心配してんだよ。あの言い方はどうかと思うけどな。だからエナも。ごめん、私部屋戻る。そう簡単にはいかねえか。心配してるから何？あさらそんなこと言われたって許せるわけ？うん。ちょっと何勝手に私の絵見てんの？返して！よく描けてる。え？雨雲から差す光がいいコントラストになっているな。この少女の迷いは晴れそうだ。だが、色のバランスは見直した方がいい。せっかくの構図が台無しだ。は？あ、ちょ！もう何なの？一言多いし。でも、言われてみればちょっとバランス悪いかも。別に、どこかに発表するつもりはないけど、もうちょっとだけ直してみようかな。